かな。穴開いてますわ、ほら。ほら。こんなん捨てろいうことなんですけどね。これはもう今日履き終わったら捨てますね。次行く仕事のとこね、上履きって履かなあかんねんですよ。だから破れとったかっこ悪いってもうすぐわかるからね。うん。もう靴下なんか100均で十分です。もう破れますからね。どうしようかなこれ。もういいか、着ていこう。10時3分前に着きました。それでは今日も頑張ります。3代目やったやつで5回出たんですけども、全部飲まれましたね。もう3800個使ってるんで、ひょっとしたら負けパターンかもわかんないです。周りはそこそこなんで、もうちょっとやります。ちょっともうあかんのでね、また大移動しました。もう4800個負けてますね。出玉はねまだ1000ちょっとあったんですけども、もう全部飲まれるのが見え見えだったんでやめました。周りも落ちてきたんでね。で他のちょっと 3R にまた移動しました。はい、もうあかんですね。8400個マイナスです。ちょっとコーヒー買います。今32回出てる台で、5600個の持ち玉ですね。今6時13分ぐらいで、だいぶ取り戻したんですけど、まだ3000発ちょっと負けてます。はい。はい。9時までね、パチンコ屋おったんで、今ちょうど10時です。はい。結局、マイナス1800個です。はい、6600か6800の持ち玉で終わりましたね。朝一1万5000発あったのがね、もう持ち玉倒して1万3200に戻ったところで終わりです。なんで粘ったか言ったら、回る時は回る台やったね。唯一ボーダーライン超えてる台やったいうことだ。まあね、釘はね、へそはそんな大きないんですけど、寄りがなんとなく良さそうな感じで、はい。まあ49回まで出したんですけども、最初5回でハマっとった台ですね。5回出て200ぐらいハマって空いてた台なんで、朝からやってたら3000発ぐらい自分で飲まれてるいう感じです。まあそれ座るまでに自分も4500発負けてきたんでね、はい。だからもう回らん台はやらんことです。もう昨日打っとった台は今日やっぱり回らへんから800個で引いたんですよね。800個で50回ってどんだけ回らへんねんと思うんですけどもね。うん、正解でした。全然出てないです。はい。ちょっとお腹空いてるんでご飯食べます。はい。今日のご飯なんですけども、
何ですかねこれ、きんぴらごぼう、きんぴらごぼうかな、ごぼうとこんにゃく、ピリ辛炒めかなんかとか、それでちっちゃいとんかつ、それとご飯とシーフードヌードルです。それでノンアル。いやー今日は疲れました。途中でね違う店の 3R 行こうかなと思ったんですけども、たまたま座ったやつが周りマシやったんで、売ったことなかったんですよね、その台。あのへそだけ見とったらあかんですわ、やっぱり寄りのとこがね結構ね、あのこぼれポイントが少ない台やったんで、そうですね、昨日とかやっとった台なんかもう左ばっかり流れるんですよね。だから真ん中寄ってくれへんから、真ん中に行く球が少なかった、その分やっぱ回らへんんです。はい、出る台なんかもうね、もうあの1個飛んで向こうの 3R なんか18連チャンかなんかしてましたからね。昨日の自分のなんかもその後止まってしまったのに、まだ客交代してから出てましたからね。まあでもあのいや、その前のねあの日に言ってたじゃないですか、1万発いったらやめる、やめた方が賢いです、飲まれる確率の方が高いです。美味しい。やっぱもう一日ちょっと年なんか知らないですけど、しんどいですわほんまに。それで一日打って負けてるでしょ、1800個やけんね。もう最初にだからダーって使ってもうた。今日はもう大移動4台目やったからね。まあね、もう回らんと思ってる台は打たんこと、ほんまに。もう定期券も切れたんでね、タイミーもちょっといけないですわ、本当にお金なくないんですけど。まあ明日もその代多分行くと思います。はい、それではちょっともうあとゆっくり食べるんで終わります。それでは。